ましょう。はい、はい、さあそれではですね、早速始めたいと思います。では参りましょう、はい、ネルちょっと、あれ何を二人だけで始めちゃってんのよ。これミヤムですか？このアスカ様の存在を忘れるなんて。ミヤムではない。これあれですね、アスカのモノマネで人気のさくらの稲垣咲ちゃん。アスカはユーロ支部に所属しているはずですが今どこにいるんでしょうか。どこですか、アスカ？今どこにいるんだい。ああ、まともな男はカジさんだけね。まあいいわ、ここは私やシンジたちが通っている第三新東京市立第一中学校を思い起こさせる箱根の旧仙石原中学校に来ているわ。今からここでエヴァンゲリオン 2.22 野口バージョン第三新東京市上映会が行われるとこよ。2010年5月某日、箱根保管計画開始。雄大な外輪山を湖面に映す芦ノ湖、悠久の自然あふれるここ箱根町仙石原付近こそがエヴァの舞台、第三新東京市である。こちらが今回のイベント参加者のみに配布された箱根保管マップと第三新東京市の住民票よ。見て、稲垣咲って書いてあるわ。これ私もここの住民よ。会場には2日間でバス36台、延べ1500人のエヴァファンが集結。新劇場版派、野口バージョンを堪能した。会場にはたくさんの皆さんが集まってて、とっても賑わってるみたいだから、私もちょっと行ってきます。バックロールエントリーだー。なるほど。さあ続いては進化し続けますエヴァグッズをアスカこと稲垣咲ちゃんに紹介してもらいましょう。エヴァのキャラクターデザインを担当し、自らも自転車通である貞本さん監修、エヴァバイク発進。レイ、アスカをイメージしたカラーリングはもちろん、パーツの選定、カスタマイズと細部にまでこだわったスタイリッシュなミニベロピストバイクなの。分かってるわ、私はエヴァに乗るしかないのよ。どう？このバッグ、プロユースの機能性と品質の高さで人気のドメスティックブランドマスターピースがエヴァとコラボレーション。大きめのメッセンジャーバッグは収納力も抜群。まるでネルフの支給品みたい。エヴァ新劇場版の世界観を再現した携帯情報端末専用の外付けバッテリー。あらゆる携帯電話をはじめ iPhone や Nintendo DS などに対応する予備電源なのよ。お財布やパスケースにも入るサイズだから、これで電力保管計画もバッチリ。次々に現るエヴァグッズを手に入れるのならデパシンのネットがおすすめ。番組で紹介できなかった最新アイテムの襲来を映像で確認せよ。パソコン、携帯電話からはデパシンで一発検索。お買い上げで漏れなく全員に特製クリアファイルをサービスサービス。この後もポシュレデパート深夜店にお買い得商品がいっぱいなのよ。カバちゃん、あとはよろしく頼むわよ。